第3章事件の全容。どうも山上です。3章入っていきましょう。全容がやっとわかるのかな。解決談が始まりそうですね。そうか、はるかちゃんさらわれたんか。兄さん、偽の手紙におびき出された。偽の物鼻から狙いは俺だ。偽物だったか。近江連合の二階堂いう男やろな。町をこんな風にしたんもそいつや。二階堂、そいつは今どこに。わしも探してるとこや。うん、ここに立てこもっていた人たちはどこに行ったの。アサギ、別れは済んだわ。もう大丈夫。サイの河原や。うん、ここにおった連中はサイの河原へ避難したんや。そう、サイの河原って。案内したるわ。あそこやったらはるかちゃんの居場所も見つかるかもしれんで、キリュウちゃん。事件の全容はやっぱり花屋さんが教えてくれるのかな。参りましょう。サイの河原にドンです。おーい、三人で。はっ、おい、お嬢は、もうもう、おい、この感動噛みしめてる余裕もないのか。3人で一緒にエイエイヨーダ。エンジン組もうな、エンジン組もう。そういうの好きやねん、エンジン組もうな。ダメだ、誰も話を聞いてくれない。アサギちゃんは援護してて、で、兄さんは攻めたいんやろ。攻めろ攻めろ、いけいけ兄さん、いけいけ、どんどんいけ。そっちじゃない兄さん、こいつまだ生きとんのか。ほらほら、兄さんが前線を張ってくれるんやろ。ほら、どんどん行こう、どんどん行こう。一周一周一周。マンホールの中から地下を通ってだよな、サイの河原はな。おう、下にも行さんおるな。うわ、ここは俺が引き受けたるわ。キリュウちゃん、援護頼んだで。あんた一人で行く気か。あそこの武器が使えそうよ。ちょ待って兄さん、兄さん待って、俺が、あ、援護ね、援護援護。あそこから狙撃、援護射撃をするまで待ってくれよ兄さん。無事でいてくれ兄さん。これは何。よいしょ。デカマッチョからやった方がいい絶対ね。当たってる、これ当たってる、当たってる。兄さん危ない。兄さんがやられてる気がする。兄さんちょ、どこからやればいいのか分かんないよ。兄さん当たってんのか。デカマッチョやばい。兄さん逃げることも覚えて。いやごめん、これ大丈夫か。兄さん当たってる。デカマッチョこれやれてる音がする。兄さんよしオッケー。俺の狙撃どう。キリュウちゃんに狙撃は向いてない気がします。兄さん、そう、遠くの敵をな。オッケーよし。これヘッドショット一発決めないとダメなのか、それっぽいな。兄さん大丈夫か、無事でいてくれ。兄さんダメだって。兄さんに近づくなよ。動きを止めることもできる。オッケー。おら、あい、あ、兄さん。いいよ、兄さんのショットガンが、あ、走ってくる。危ない。オッケー。いいんじゃない、僕役に立ってんじゃない。あとどこだ、どこにいる。終わった。1階のホールはだいたい片付いたわ。真島さんと合流しましょう。了解だ。行こう。一緒に行こう、兄さんも。なんだよ。俺の背中を守れってか。一人で突っ込みよって。サイの河原には外のマンホールから入れるんや。うん、とりあえず正面玄関から出ようか。了解だけど、僕はこの弾をもらってっていいか。ショットガンが危険な香りがするな。うん、まあいけるか。3人もいるんだこっちは。ヒュヒュー、相棒が2人なんてそんなこと。あ、ゴロちゃんとなんかあるじゃん。連携攻撃ができそうじゃん。どこ行った、チビザル。連携攻撃、あ、アサギちゃんか。まあいいけど、まあ全然いいんだけどさ、兄さんとの連携攻撃出したいな。おい邪魔だ、バカタレが。俺は忙しいんじゃ。ボケー、ナイス。うわー、大爆発、僕はボマーだ。ほらー、でこのままこの先、うん、こっちか、こっちっぽいぜ。よいしょ、うん、こっちだよな。おらー、へし、うお、わ、兄さん、よし、おい、来いよ。かっこいい。はい、ナイスじゃんかよ。ウェイ、兄さん。
兄さんの名前ばっか連呼しちゃう。ここが玄関だよね。気をつけるぜ。行くぜ行くぜ、おらどんどん来い、どんどん来い、てめえらなんか怖くないぜ。うわーい、放火魔がいる。大丈夫？もう中突っ込んでていいかな。はいはい、急いで向かおう。事件の全容がそろそろ知りたい。もう知りたいって大体分かってんだけど、ひまわりの手紙偽物やったか。なんだよ、ちゃんと裏取りしてないと。トンネルを抜けたらそこは地獄でした。川端康成もびっくり。マンホールの中で、うん、ハサミ打ちにされてもアホらしいな。こいつらも片付けていくで。了解したぜ。岩だるまやっちゃうか。僕ができる。俺、ああ大丈夫、ああ岩だるまやっちゃうからさ、俺変身やっちゃうから。オッケー、素晴らしいよキルちゃん。あんたは天才だ。あんたが大将だぜ。なんかどっか爆破させるか。どこがいいんだろうか。わからないな、わからないからここ。うん、これはもう全爆発キャンペーンですね。聞いてる？これ全然聞いてなかったかも。あ、いいじゃん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 。はいはいはい、ハエ男が厄介だと思うんだよな。僕こんなの持ってる。キルちゃん、兄さん見て、かわいいガトリング。ほら欲しいやろ。羨ましいか、ゴロちゃん。ゴロちゃん大丈夫か。ちょっと相棒の体力やばいけど、どこから行けばいい。どこから、うわりゃうーりゃうーしょっけ。ハエ男もうちょっとな気がする、もうちょっとな気がする。あー、オッケー、一匹やっとやった。どこ行った。アサギちゃんがピンチの予感。そんなことない。もういいよ、ボマーだ。僕たちはボマーだ。兄さんが危ないんじゃない。兄さんを失うわけにはいかないんだ、いかないんだよ。あー、デカマッチョやっちゃう。デカマッチョできるか。間に合わない。何がなんだから。大丈夫か、アサギちゃん。アサギちゃんこっち見ろ、こっち見ろ。オッケー、デカマッチョやっちゃった。レベルもアップした。ハエ男、僕がハエ男やっちゃうからさ。よしよしよし、オッケー、ナイス。アサヒちゃんずっとやられてるな君は。ゴロちゃん助けてあげないと。女の子なんだよ一応ね。よしよしよし、これ拾って。もうアサヒちゃん頼むよ、マジで頼むよ。ほら、よしよしよし。で後ろから来てるよ兄さん。やってやる、行こうか連携。やってやる。これどっちの相棒と連携できるかって選べたりしたのかな。そうっぽいよね。ごめんね、アサギちゃん優先しちゃったよ。はい、キャハ、好きやろ。僕も爆風に飲み込まれているけども。よし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 、やっと減ってきたな。はい、終わったか。終わったんじゃないか。じゃあ僕はあの光ってるものを並走するな。アサギちゃんそんな怖いか。怖いよな。なんか自衛隊の服着た人もいるのが心苦しいな。終わった、終わってない。オッケー、ふう、頼もしいね。うん、地下でもバンバンバトルだと思うな。そっからサイの河原に入れる。あ、キルちゃん。兄さん、わしなゾンビになってしもたかもしれん。いやー、そういえば真島さん目が、本当だ。せやがな、わしはここまで。俺にできることは。せやな、わしがゾンビになったら、そりゃお前世界の破滅やろ。そん時このわしを止められんのはキルちゃんお前だけや。兄さん、兄さん頼めるな。変わらねえな、あんたは。もう行けや、そこの姉ちゃんが退屈しとる。そんなこと。さよなら。いや、アサギ行くぞ。ちょダメじゃん、ちょダメじゃん、
ちょ、ダメじゃん！ゴロ、迷惑、いや、マジか！そうか、ゾンビ、え？ラスボスゴロちゃんだったりすんのか？撃てんよ！そんな撃てるわけないやろ！ゴロちゃんを、いや、多くを語らないね。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、弾丸もらって、ちょ、嘘でしょ？ゾンビにやっぱなるんだ。マジマゴロといえどなるんだ。なんだよ、この、王道な展開ちゃ展開だけどさ。お前が俺を止めろって、違うじゃん。違うじゃんかよ。私にあなたが撃てるわけないだろう。まあ、ゴロちゃんのゾンビ姿は見慣れてるっちゃ見慣れてるんですけど、極みで。いや。ああ、やだ、ああ、やだ、もう進めたくない。兄さん、嘘、兄さん、もうここで、何？パニック。キリュウちゃん。でもかっこいいような男たちの別れ。私はこんなにダダこねてるのに、キリュウちゃんはさよならだけで。もう、何そんな、あんな悲しいさよならあるの？もうやだ、やだ、やだよ、うるせえ、お前らのせいだぞ。アートライバル、クソが。クソが、クソが。俺、アサギ余計なことをするな。アサギ余計なことをするなって何度言えばわかる。お前は俺を狙ってくるんだって。お前が攻撃したから俺を狙ってくるんだ。ドライバルめんどくせ。アサギ、お前がおとりになりな。なりな、俺が仕留めちゃうからさ。当たってんのか。来い、来いよ。オッケー、俺冷静になれば全然いける。こんな風にゴロちゃん撃つこ、やだな。うわ、いや、まあキリュウちゃんしかいないよな。兄さんを倒せるのはキリュウちゃんぐらいしかいない。冴島さん、なんでこんな時中国行ってるわけ。意味がわかんないじゃん。顔向けできないよ。うわー、火炎放射ある。あ、もうやだ、もうやだな。なんとなく予想できた展開だけどさ、これはなんかもう、うおらーおらー、これで進んでって、これなんか爆発に使った。まあいいじゃん、いいじゃん、これで進んでいける。おら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 、燃えろボケ、燃えろボケ。お前らのせいだぞ、お前らのせいだぞ。ほら、もういい、もういい、何がなんだかだけど、なんだか、何がなんだかで、ね、トライバルも燃やせますか、燃やせますか、お兄さん。無理かも。トライバル、この野郎、この野郎。あ、こういうことだ、こういうことだ、これと同じだ。おいおい、トライバル燃えちまえよ。ほら、アサギちゃんも燃えちまえよ。いいね、こういうことね。オッケー、トライバル、怖くない、怖くない、お前なんか。おお、素晴らしい。丸焦げだ。いい香りがするやないか。香ばしい、香ばしい。でも考えない。大丈夫だよ、キリュウちゃん、私は知っている。兄さんがそんなヤワな男じゃないことも、なんだかんだゴロちゃんは死なないということを私は健算で学んでいるのだよ。ほら、岩だるま、お前に、お前に打ち込んでやる、この銃弾をな。大丈夫大丈夫、うん、大丈夫と言い聞かせよ。大体大丈夫なんだから。おお、燃えてる燃えてる。一層憎くなったな。ゾンビが憎いんじゃない、敵を見誤るな、キリュウちゃん。うわ、これなんか爆発、一緒に連携攻撃とかしてた方がいい、してた方がいい。はいはいはい、よし、行こう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 、もう行こう。憎きは二階堂でしょ。二階堂と決着をつけるのはなんだかんだリュウジ君であってほしいな。だからゴロちゃんがラスボスの実験体としてきたら、いや、ダメだろうな。無理だな、私は無理よ。私のいないところでマジマゴロを、ゴロをマジマを撃ってね。いやー、やだな、なんかもうどんどん不穏な展開。なんだ、なんか音がした。あ、後ろから、あい、あい、これ先急いだ方がいいのかな。どうなんだろう、キリがないもんな、キリがない。言うとんねん、われこらわれこらわれこら。ほら、火炎放射器欲しいなーな、キリュウちゃん。うん、って言ってたら、言ってる矢先にあるじゃないの。おい、怖くねえよ。こっちはマジマゴロ失っとんねんな、お前らのせいでな。ヤバそうなのが集まっとるな。俺たちで掃除しないと。サイの河原も危ないか。お掃除は得意だよね、キリュウちゃん。うわ、岩だるまかやりたい。どこだろう、どこの、何かなんだかだな。うわ、オッケー、燃えちまえよ。あ、来た来た来た、ギランが来てる。いや、変異種大集合キャンペーンだ、行くしかない。あ、待って待って、岩だるまやった方がいい、絶対にな。任せたぜ、オッケー。うわー、チコ、急にチコ。アサギちゃん、もうチコ耐えてくれ、僕やっちゃうからや。オッケー。
さて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 、あ、火炎放射器使おうと思ってたんよ。どこだ、ほらここか、てめえこら、てめえこら、てめえにてめえを燃やしてやるんだ。今晩のおかずは猿だ。いやーい、いやいやいや、熱い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 男です。おれおれ、全部燃やしていく、全部燃やしていく。あれは何、あ、メタボか。ほら、これで脂肪燃焼させなさい。たーい、びっくり、キリュウちゃんもびっくり。いやいや、うわうわ、なんか来てる。あの変異種は何、あの変異種は何だろう。チビザルか、チビザルか、チビザル燃やしちゃおう。ほらほら、何がなんだか、大丈夫か、アサギ、アサギどこだ、アサギ。やべやべやべ、あ、なんかこれ、泣き女がいるだろ、絶対絶対泣き女おるやろな、絶対泣き女がおる。この人数の増え方は異常だ。はい、グッジョブ。いやー、ちょっと待って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 、何が、ちょっと待って、こんな増えるのは絶対おかしいもん、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 おかしいもん。どこにいる、どっかに泣いてる女いないか。泣いてる女のせいでこんな増えてると思うんだけど、違うのか、シンプルに増えてるのか。え、行って行って、普通に行って、あー、もう厄介、あ、くそ、おら、てめえに打ち込むんだわ。後ろだ、よし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 、全滅させればいいんだろ。次はおめえだ、そしておめえだ、終わったぜ、血しぶき血しぶき。ふう、まあ、なんとか勝てたな。はいはいはい、うんうんうん、まあいいでしょう、反省などしない。兄さんとの共闘はヒルズ内だけっていうのかな。じゃあ主人公、でも目赤くなってたよね。あれがただの充血ってことはないか。バーサスマジマの兄さんなんてことになったら、私は人間をやめるぞ。兄さんのいないカムロ町なんて、そのあれだ。うまいこと言おうと思ったけど全然思いつかない。もうダメ、もうダメよ。